仕掛けてきているという話を全日本代表ジュニア監督の川野さんおっしゃってます。第3ゲームです。サーブの種類自体は様々ではなく、そのサーブにわずかな変化を与えているんですか？そうですね、はい、微妙に変えてる、はい、まあ、ここという時にね、大きく変えたサーブをしたりしますけどね、はいはいはい、さすがに健太ですね、よく反応してきましたね、はい、1ゲームずつ取り合いました。この第3ゲーム重要ですね。うわノールック、ナイス松平、今のファインプレー、どっちもファインプレー。この後ノールックですよね。そうですね、ほらぐるっと回ってますからね、はあ、バスケットボール選手のパスみたいなよし、これはナルトのファン湧きます。曲芸ですよね、はい、どちらもね、なんか意地を感じますね、はい、火花散ってますね。レッツオール、松平も早い、しかしアウトです。今庭のスピードに松平対抗していきました。打球点早いですね。はいですね、しかし庭はね、今ボールを少し浮かして相手のタイミングを狂わせてるんですよね、うん、あ、そうですか。どうなんですか、今戦ってる間に今日は俺いけるなんていう思いは今どちらかが思うようなことあるんですか？いやー、もうそれは自信ですよね、うん、庭の方は自信を持って戦うし、はい、健太の方はなんとかチャレンジでね、はい、いけそうだぞというような気は持ってると思いますね、はいはい、もう今白いラインですよね、はい、エッジのライン上ですよね。いやらしいプレーですね。ジャンプ。ファイブスリー。もうこの第3ゲームは様子見なしですね。そうですね。もうすべて決め球でいってますね。まあ、チャンスがあれば自分から仕掛けて、そしてポイントをしようという、ね、はい、気持ちが現れてますよね。ナイスリターン、松平意地を見せてますね、はい、しっかり反応できてます。流れが一辺倒になりません。庭のブロックを打ち砕きました松平、追いつきました。お互いにね、はい、お互いにミドルをついて、はい、そしてチャンスを伺ってサイドへ持っていきました、はい、その攻撃がね、今、はい、ケンタの方にうまくいきましたよね、はい、バックのあとフォア、今のフォアもだいぶ回転かかってるんですか？そうですね、今やはりフェイントになってるんですよね。もうちょっと飛んでくると思ったけども、うまく短く返してるんですね、庭の方がね。ドロップショットのような感じですかね。そうですね、はい、そういう感覚は庭本当に上手ですよね。ナイスボール抜きました。自分がやりたいことをお互い向こうもやりますね。そうですね、見どころ十分な試合になってますよね。いやー、いいゲームしてくれてますね、はい、Tリーグ2年目、より
数多くの面白いバトル展開されています。銅の松平、青の丹羽孝希。本当に丹羽は静かにプレーします。どうなんでしょうね、チームで移動したりしてる時でも結構物静かそうに見えるんですよ。そうですね、はい、はい、淡々と自分のプレーは自分のカメラでね撮影をして後で反省用に設営してました。もったいない。まあ、やはりねいいサーブを出したいというね現れだと思いますね。ギリギリですもんね、はい。タイムアウト、埼玉取りました。気持ちわかりますね、今のミスはね、はい、もう当たり前のサーブ出したら簡単に返ってきますもんね。そうなんですね、少しでも難しいサーブを出してねチャンスにしたい、はい、そういうサーブの表れだったと思いますね、今のミスは、はい。まあ、ここはね、はい、でも気持ちを切り替えて、はい、もう1本ありますからね。そうですね、確かに今日の登録メンバー TT 埼玉苦しいです。中心の選手がいません。だけど万事繰り合わせて野島 T リーグを盛り上げていくためにはこういった陣容の時もあります。第3マッチ松平取られたら今日の試合は負けます。やはりね、はい、ここで健太がね、はい、このゲーム取って 2-1 とリードしてくれた方が我々、はい、見ている者としてはそうですね面白いゲームが見れると思います。はい、まだもっと先に楽しみをね、はい、増幅させることができます。少しでもサーブが甘くなりますとね、はい、非常に厳しいレシーブが返ってきますよね。厳しいレシーブがのコーナーに来ますね、バックのね、はいはい、9-7 です。ミドル、いやーいいミドルだったんですけどそれまた動きながらね、いやいいプレーしましたね。コントロールいいっすね、はい、ゲームポイントです。おナイスボール、ナイスレシーブです。いやー松平の反応も素晴らしいですね。剣道のお面みたいですね。そうですね、なんていうんですかね、はい、バックでカットブロックじゃなくてフォアのカットブロックみたいなね、はい、とのこう猫パンチというか。ファインプレー出ましたね。ナイスボール、10対9です。まだ分かりません。タイムアウト、庭がタイムアウトを取りました。追い上げている側にああいうビッグプレーが出たんで ね、 そうですね、流れがいっているという感触を得てタイムアウトですね、はい、そのまあね、このルール上10オールになるとね、はい、もう1本だけですから ね、 そうですね、本当に分かんないですよね、はい、1本ネットあるいはエッジにポッとかかった、はい、それだけでもう負けが張るわけですから、これも時の運ですよね、はい、ですからやはり丹羽としては10ナイン、ここで1本取って勝って、はい、勝っておきたいですよね。北海道出身丹羽孝希、こちら松平健太、石川県の出身です。28歳と24歳の対決、まあ、この2人はねサーブをのコースにしても回転にしてもね、はい、本当によく工夫したところにサーブを出したりいろんなことをして戦ってますよね。9点、タイムアウト開けました。ナイスボール、
きました。さあデュースはありません。次の1本、これで勝負は決まります。丹羽サーブです。出てしまった。いや、わざとね、出るか出ないか出してるんですよ。ああ、そうですか。その9点のところで松平が同じようなサーブしたんですね、はい、そして1本取りました、はい、それをやり返したんですよね、日本は。